1,2,3,4 メル TV モカです。ゆかです。さくらです。みらいです。お願いします。いつもと違う感じだね。ね、スタジオがね違う、ね、新鮮ですね。ということで今日は TikTok 振り付け対決。最近ね流行ってますよね、振り付け作るの結構、うん、増えた増えた振り付け作る人、ね、ここさ3人結構やってない振り付け。確かに。あれ、ミラリやってる？ミラリやったことない。1回ぐらい、あ、違う、待って、あるわ。ウイトやったの流行なかった。ハロウィンの振り付けやったの。確かに、なんかやってたかも。流行らしたくない？流行らそう。そう、流行らしたいってことで、まあ、じゃん。そう、今回は2,2に分かれて同じ曲に振り付けを作って実際に投稿して、まあいいねがつくかつかないか。投稿するんだ。投稿します。え、じゃあ結果は今日分からない。じゃあいいねで決まる。分からないっていうこと。動画がアップされて1ヶ月、うん、しましょう。1ヶ月。うわ、動画がアップされた日から1ヶ月のいいねの数で対決。はい、はい、じゃあまずグループ分け。いやー大事よ、大事 大事よ。これマジ大事。大事よ。いや大事よ。センスが問われる。ちょっと待ってください、ご褒美とかってあるんですか？確かに確かに確かに。すいません、ご褒美とかってあるんですか？ちなみに希望は、え、言っとかない。あ、じゃあチーム決まってから言おう。そうしよう、そうしよう。確かに、その2人で相談して。そう、そうだね。一旦レッツゴーする？あ、しよう。そうだね。せーの、レッツゴー。はい、じゃあグループ分けしましょう。いや、もうここはもうね、大切ですから。グッドパー、グッドパーじゃない、やっぱ。せーの、グッドパーで分けましょう。おー、じゃあこんなで。はい、未来の顔も見ず。ねえ、もう任せてください。いいや、うん、嬉しいやろ、うんうん、そうや。ちなみにちょっと煽っていいですか？あの、ちょっと煽っていいですか？あの、ゆかもかで TikTok の振り付け一緒に考えて作ったことあって、それちゃんと動画伸びました。え、何ですか？何ですか？何、なんか、なんだっけ、カビット。え、それ、うん、え、大人の俺が。いや、それじゃない。それじゃない。それじゃないけど、なんかでも踊ってる人は少なかったけど、動画自体はめっちゃ伸びた。だからさ、だからこう、ねえ、未来の未来の未来だけだったら宣伝するの。え、でも言っていい、うちら合わされば最強だからね。そう、さくみらちょっと最近人気なんですよ。へぇ、でも、でもゆかもかだってない、ゆかもか専用アカとかいるし。そう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 。おい、聞けよ、聞けよ。煽ってんだから絶対聞けよ。え、一旦ご褒美考えるわ。確かに、確かに。じゃあ、共有し合う。あ、共有し合う、共有し合う。共有し合う。二人での企画を一つやりたいね。その企画は自分たちで決めよう。さくらを振り付け見せて。ええー、めっちゃいいやん。お前がさせたいやつじゃねえか。うち罰ゲームじゃん。え、じゃあお互いそうにします。え、お互いそうにしよう。それにしよう。企画、好きな企画をできるという感じで、でもいい感じでよ、しましょう。イエーイ。じゃあ頑張りましょう。はい、頑張ろう。頑張ります。曲は統一するんだもんね。そう、曲は統一で、今回一曲を振り付けするということで、はい、何にします、決めていいよって言ったの。え、そうだよね。さっきちょっと、でもそれ話しちゃった。そう、でもこれ曲決めめっちゃ大事と思わん？え、大事よ。曲決めよ。曲によってはさ、4人一緒なんだよね。4人一緒一緒一緒、みんな一緒。この曲が振り付けがないからね、これ絶対流行らせないよ。流行りそうじゃない？これ沢さんの彼氏はいません今夜だけっていう曲で振り付けさせていただきます。いただきます。ありがとうございます。じゃあ15分以内に作りましょう。はい、はい、よし、やっていこうか。よい、スタート。いくよ、いくよ。どうしようか。マジで絶対見ないでね。絶対見ないでね。見ないでかな。そっちこそ見ないでね。でも彼氏だから。かわいくない、かわいくない。せーの、ね、まず第一関門、完成。関門なんだっけ、第一関門突破。やばいやばい、それは待って、審判だこれ。ちょっと待って、何してたんですか？彼氏は今、あ、いません、うん、にしたけど、でもこれの方がかわいい。何
あれ急にさ、可愛かったのドキドキした。せーの、彼氏はせーの、彼氏はいません。今夜だけ。かわいい。めちゃめちゃ見てますねえ、今めちゃくちゃ視線感じた。めちゃめちゃ視線感じた。これやばすぎた。待って、バランス崩しちゃった。あ、私ね、あのローカルさんと一緒に振りを作った時に虹色様で手話を取り入れるといいよって教えてもらったの。そういうのを盛り込んでいくっていうのがめちゃあり。知的に、知的に、バカチームと知的チーム。あ、いいや。でも、うちにでも何も欲しいね。キモすぎダンスできる。ふざけてたら、なんかキモすぎダンスしけたら絶対負けるわ。それは絶対負けるわ。それわー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 せーの、みんなでや。一回、一回踊ってみなさる。一回やってみて。彼氏はいません。今夜だけ。見なきゃよかった、見なきゃよかった、時間止めたらよかった。でもさ、今夜だけからさ、ちょっと待って、ちょっと待って、今夜だけだった。ちょっと待って、ごめんさ、暇やな。うん、ね、なんか、どんどんして。でも、やだけだ。すぐ回しちゃうんだから。マイクを回したくなる、 なるよね。ゆかあとどんぐらい？ゆかゆかじゃない。7分。おちょうど半分。いける余裕余裕。世帯のの多いかな。確かに。うん、なんかさ、ずっとさ世帯のってなんかつまんなくない？確かに。全体の約束とか。あ、いい、いいよくない？いい。これで短っ。戻ってくる。あ、でもから来る。あ、違う、最初にやったふりに。あ、かわいい。かわいい。え、めっちゃくね？かわいい。終わりました。終わりました。え、時間は取り終わりました。待って、はいはいはい、ということでお互い取り終わりましたね。はい。まあでも15分でね、お互い作れたことがまずすごいと思う。すごい、マジすごいから。お互い見せ合いますか。いいっすね。はい、どっちからいきますか。でもさ、じゃあまあ先に終わったから。うん、そうだね。じゃあ先に終わった方からいきます。はい。ありがとうございます。結構ね、ちょっと似てる。簡単めに、そうそう、真似しやすいように、誰も真似しやすいようにしました。おー、なるほど、はい、なるほど。じゃあ、うちらの、はい、すげえ、すげえ、なんで？なんでできたの？すごいね。うちらが、いや、モカがすごかった。そんなことないよ。でもね、ミラもほぼ半分桜かな。
何もしない。みたいにさ、褒めてた。モチベ感があるよね。すごい。違うのよ。いやいやなんか、うちらは一緒に振り付け作った時に、ちょっと難しいのにして伸びたから、難しくしてみようって。それを活かしてね。なるほど、ね。なんか、ドキドキとかも手話とか入れたもん。そう。これドキドキ。これ手話でドキドキって意味なんだよ。そっか、深いですね。いや、いいね対決ということで。そうだね。そうですよ。1ヶ月この動画がアップされたってことは多分今から上がるぐらいかもう上がってると思う。そう、うん、動画アップされたぐらいなので、ね、みんなもう行ってほしい TikTok に。お願いします。どっちもいいねしてもいいしね。確かにどっちもいいねしてもいい、ね、どっちもいいね、うん、ぜひお願いします。お願いしま す。今日の動画はここまでです。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。いけるいけるいける。じゃあこれにしようでいいの。別に何してもいいんだよね。だって何してもいいっていうのは何するつもりなの。何でもいいんだよね。何でもいい、うん、何する気ないから。